はい、どうも、リンリンハローパラレール、リンリンパラレールのリントです。今ね、急遽、そうだ、リントブログとか言って、普段のこと赤裸々にやってないなと思って、急に動画を回し始めました。そう、今、ふと思って、今、買い出しから帰ってきたばっかりなんですよ。で、そういえばこういうことってやってねえなって思って、カメラの今、これ、スタンドね、つけたんだけど、iPhone にね。で、スタンド取りに来て、今、いつものね、うちのペットちゃんたちのお部屋、プラス私のね、パソコンとかがある、寝室兼作業室兼ペットルームみたいなところですね。はい。で、撮っております。じゃあ早速ね、今日買ってきたものをね、いろいろとご紹介していこうかなというところでございます。はい、こんな感じでね、いろいろ買ってきたので、普段のね、リントってどんな感じなんっていうところとかね、あんまり、結局そういえば、やってないなと思って。で、今日買ってきたものが、この2つで、こんな感じで、まあ、近くにね、トコストアっていうスーパーがあるんですけど、そのトコストアでいろいろ買ってきました。で、はい、食パン。これトコストアで買った食パン。食パン食べたいところ。あとは、サラダ。もう最近こういう感じのね、なんかもうカットサラダを私買ってますね。はい。で、あとね、あ、これセブンで買ってきたやつね。今日昼、そう、昨日、実は、マイカリー食堂だっけ？なんか、マイカリー食堂だか、松の屋のカレー屋さんみたいなとこでカレー食べてるのにもかかわらず、昨日の夜ね。で、今日朝まだ何も食べてなくて、朝昼兼用でご飯食べようかなっていう感じで、セブンイレブンで、そう、投稿したセブンイレブンよってなんだけど、チーズハンバーグと、キーマ、カレー。そう、昨日普通のカレー、ビーフカレーかな？食べたから。っていうところで、あとはなんか私が今最近ずっと好き好き言ってるクロミちゃんねとかが入ってるサンリオのなんかプニットステッカー、違う、キャラクタブルステッカーズ、なんかねプニプニしてる、スマホにの中に入れてもいいし、違う、スマホの中に入れてもいいし、だからそんなにプニプニしてないんだ。これガムがあれか、ガムがこう、もっこりしてるの。もっこりっていう言い方あれだな。してるのか。で、それを5個買いました。この後開けまーす。で、クロミちゃんとマイメロのシールチョコ。なんかスマホに挟んで、みたいな。これもスマホに挟んで系なんでね。最近そういうの多いんだね。のステッカー。で、今日こんなに大量に買うつもりなくて、袋足りなかったんで、ビニール袋ください。で、ビニール袋。買ってきた状態ですね。で、このビニール袋は、まあ、ゴミ袋になります。よいしょ、しまっとこ。そう、リントブログはね、こんな感じでね、ノンストップというかね、ノーカットで大体やりますよ。あと、猫砂、まあ、猫はいないんだけど、これはうちのネズミちゃん用の床材ですね。去年ね、10月頃ですかね、もうちょっと前か。くらい亡くなってしまった、ミニウサギのスズがね、いたんですけど、スズの、何、チモシーか、を床材にネズミちゃんに使ってたんだけど、もうチモシーも亡くなっちゃって、床材が亡くなって、で、匂いも結構するんで、今回は猫砂に変えようと思って、紙の猫砂。7リットル。これで500円くらいかな。だからコスパいいし、と思って、ちょっと、これにしました。っていうのを買ったのと、これ置いちゃうとあれだな。カメラの向き変えたときに。あれだから、この辺に置こう。よっこいしょ。よっこいしょ。っていうところで、食パン買ってきたりとか、猫砂買ってきたりでしょ。で、うちのマナちゃんのバナナ。バナナ。このバナナは私に当たらないし、私はほとんどバナナを食べないんで関係ないんですけれども、あんまバナナ好きじゃないんでね。最近めちゃくちゃハマってるカルピス。はい。カルピスでお酒を割って飲むこともあるし、カルピスで普通にね、お水で割ってとか、あと、最近そう、ルピシアの紅茶を、まあ普通に紅茶で楽しむんだけど、紅茶楽しんだ後に、2杯目に、カルピス混ぜたりとか、あと、茶葉、一回出した後、一番出しっていうのが、あれなんて言うんだろうね。私よくわかんないんだけど、一回出した後の茶葉でも、もう一回、まあ茶葉で出るんだよね。まあ薄いんだけどさ。
あの、紅茶のティーパックとかも2回目出るじゃない。っていうので、2回目も1回出してってやるんだけど、その時に、ちょっとこの紅茶の香りの風味だけ残して、紅茶の味ってやっぱりそんなに残らないから、2回目だからね。っていうところにカルピス少し足すと、結構ね、その、カルピスに紅茶の風味が混ざって美味しいの。っていうのでやって、あと、おたふくのお好み焼きソースでしょ。で、はい、また出てきたよ、サラダ。サラダ。このね、カットサラダ意外と日持ちして、で、結構私サラダちょっと合間に食べるので、最近ハマってるのね、このね、水菜と大根のサラダのやつ。水菜とか大根が入ってるこのやつと、がハマってて、レタスとパプリカっていうのあんまり最近買ってなかったので、ちょっと買ってみました。っていう感じでサラダでしょ？で、ピザトーストを作りたくなって、ピザソース。でしょ？あと、焼肉のタレ。さ、なんかこれ半額になってた、今日。半額コーナーにいたので、特需の焼肉のタレを、あ、特需だってなって買いました。あと最近使ってる、ドレッシングですね。このドレッシング美味しくてさ、キューピークリーミー野菜ドレッシングのキャロット&オニオンってやつなんだけど、これ美味しくて、ちょっとこれを最近買ってます。これにハマり気味かな。これかね、あと、キューピーの同じやつなんだけど、まあ冷蔵庫にね、まだあるんだけどね。余ってるのが。冷蔵庫にまだこれぐらいあるんだけど、これにハマってて、もう一つは、深入りごまのドレッシング、ごまドレね。なんだけど、なんかごまドレよりその、何なんだっけ、名前出てこなかったんですよ。キャロット&オニオンがね、良くて、っていうやつと、あと冷蔵庫に入ってる飲み物、に味をつけたいと思ってて。ただ水しか入ってなかったりすると、味のついた飲み物欲しくなっちゃうんだね。で、よく、コンビニにレッドボールとか、そういうな、体にあんまりね、よろしくない飲み物を買いがちだから、ちょっとポカリスエットの粉を買ってみる。ポカリスエットも体にいいかどうかはちょっと怪しいけどさ。怪しいけどさっていうところで。あとは、バター。バター。はい、バターを買って、で、あとは、おやつにサラミチーズスティックと、ペンシルカルパスを買いました。ねえ、体にどうのとか言ってるやつは、これ買ってんじゃわけねえぜって話だぜ。はい、大丈夫。ここね、体がどうのこうの言うとりますけれどもってなっちゃうね、こんなの買ってたらね。本当にもう。はい。で、あとは、ネオバターソフト。マーガリンとバターを買ったっていうね、いう状況ですね。バターは料理の方でね、結構使って、で、ネオバター、違う、ネオソフトか。ネオソフトの方は結構パンに塗ってね、使ったりとか。で、なんかね、まあ普通に、チーズね。これはさっきのピザトーストで使うやつなんだけど、練乳スライスチーズっていうのがあって、こんななんだと思って、ちょっと買ってみました。ちょっと割高だったけどね。割高だったけど、気になったら買っちゃいます。はい。で、あとは、生ラムのジンギスカンと、ちょっと半額になってた、牛ステーキの、ちょっといい肉。ちょっといい肉を買いました。これはね、安くなってたんで買いました。安くなってなかったら買いません。だって高いんだもん。そんなに金持ちじゃねえし、別に YouTube でお金もらってないからさ。あと下にももう一個サラダあった。はい。二分の一サラダ。これも初めて買ったやつね。赤紫の、野菜ミックスってやつで。で、はい、買い物は終了でございます。はい。で、あとでそうだ。小銭入れをね、今日持ってくの忘れたんで、小銭をね、あんまり財布に小銭入れときたくないんですよ。財布は、ほんと、こう、お札だけにして、お札もね、そんな入ってないよ。4000円くらいしか入ってない。あんまり現金で物を買わないので、あれなんですけど。この小銭は、小銭で見たいんで、ちょっと、一旦ここに置いときます。よし。ではでは、よいしょ。はい、今日の格好はこんな感じ。いつもね、和服を、そろそろね、和服とかいろいろインスタに上げてる服装の、なんか、動画自分のルックブックじゃないけど、あげたいなと思ってるんだけど、ちょっと全然まとまってなくて。
そのうち、最近私がしてるファッションとかをご紹介できたらなって思います。本当はリントブログって感じで。自分の動画はそんな感じで。で、あとはうちの動物ちゃんたちのね、リントブログと、うちのリント家のね、ペットちゃんたちの動画とっていう感じの2個でね、やっていきながら、まあ、プラスそこに、なんだろう、私の趣味、まあ、趣味だからそれはリントブログか。あとは私のもう一個の趣味の、音楽のね、ドラム叩いて PV やってみたやつね。あれ自分でドラムこうやって叩いてんだけど、ここにもドラムないからこういう動きだけになるんだけど、そういうのを、上げていこうかなっていうところでございますが、今日はね、ほんとすぐそこに買い物だけだから、中は、ちいかわのモモンガのブルゾン？だから、ほぼ、これね、ほぼ部屋着なんだよね。そう、部屋着だから、このまま出るのちょっと恥ずかしくって、で、中なんて仮面ライダー王者の、T シャツなんで、T シャツは外に出さないからね、キャラモノ、コラボ系着るんだけど。で、そこにこんな感じのね、今日本当に部屋着、そしてそこにこのチークワなんだよね、チークワなんだけどパッと見わかんないでしょっていうジャケット、ナイロンで、まあ背中見るとね思いっきりモモンガがいるんだけど、まあそれ以外はあんまりその目立つところはないので、こういう感じでね着ておりました。今日はこのナイロンジャケットに帽子はね、これは筋肉マンのベンキマン、髪ペッタンってしてるね、ベンキマン。裏見るとね、ベンキマンがいる。はい。なんで、よく見ると、ウンチョスです、これ。この辺とか。はい、っていうやつです。はい、では、前置きはね、こんな感じで、今日の買い物の、ご紹介だけでいくと、今日の買い物はこんな感じ。なかなか買ったね。これ、サムネだな。こうだな。これサムネだな。ここサムネ。顔はいらない。私の顔はいらない。ふんっていう感じで。はい。でね、ここの2つのやつをね、ステッカーを開けていきたいと思います。よいしょ。よし、先にこっちかな。マイメロ。マイメロディ&クロミシールチョコ。シール全15種類1枚入り。ラインナップは書いて、ないね。何が何本入ってるかとかは書いてないね。ほっ。わ、こういう感じか。チョコ、しかもあれがマーブルか。はい。こんな感じのマーブルチョコレート。ええ、これパッケージかわいよ。普通のマーブルなの。今マーブルちょっと立ったい気分ではない。で、出てきたのはマイメロちゃん。マイメロちゃんは誰か欲しい人にあげます。で、次は、はい。また同じ。で、次は、あ、またマイメロちゃん。マイメロちゃん。マイメロちゃんは、まあ、ね、好きな方がいるので、知ってるので、その方にでもあげようかな、このマイメロちゃん。次、はい。サンリオ、サンリオキャラクターズ、キャラクタブルステッカーズ、シール全86柄。86柄？全16種シークレット4つの、あ、柄がそんだけあるよっていう話か。はい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 。16種類もあるんだね。で、ここに、こうなってて、ああ、ガムが入ってると。ああ、こういうタイプね。はいはいはい。で、ここにシールが入ってる。で、あ、かわいい。え、かわいい。くるみちゃん。くるみちゃんのケーキと、ポムポンプリンとシナモン。え、めっちゃ可愛いじゃん、これ。へぇー。え、2枚入ってんの？これって。違うよね？ 1、2、3、4。あ、違うね。違うし、こいつ、ラインナップにいねえぞ。待て。これ、ラインナップにいねえぞ。これシークレットじゃないかな。ラインナップこう書いてんだけどさ、ちょっと見えないよね。ここがケーキ類なのね。この枠ね。こう指でっけ。こうやってみたら。でね、ここのところにね、いないよ。これ。しかもこれさ、よく考えたらあれだよね。ランキングの子たちじゃね。今回の。
でもシークレットかどうかがわかんねえな、これな。これどこでこのラインナップのシークレットとか何とか見るんだろう。え、これ多分そうだよね。ココロスイートデザインって書いてて、これシークレットだな、書いてないもん、いないもん。早速シークレットです。では次、よっこいしょ。ああ、またガムが、はい、ガム。ででん、これはサンリオキャラクターズのなんかあれだな、か喫茶店系のやつだな。で、ポチャコ、ポム、ポムポムプリン、シナモン。これはいるね、ここにいるね。この下のところね。いるね。これは普通のやつ。でも可愛いな。でも私シナモンとかじゃないんだよな。でもな、コレクションで取っといて。全然いいな。でガムが1個あったのか、ガム出してででん、ポチャッコとタキシードサムですね。ポチャッコとタキシードサム、これもこれ乗ってるアイスクリームパーラーデザインだね。はいはいはい。でこっちがパフェデザインか。はい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 。おー、え、かわいいね。これもね、イラストのテイストがかわいいよね。では次、よいしょ、ガム出して、よいしょ、ここにこっち置いて、ゴミ袋が欲しい、せーのドン。あ、かわいい、パフェデザインだ。これもこれパフェデザインのやつ。あ、映ってるね、これもね。これもここにいるね。はい、やっぱ1個目あれだ、シークレットだ。でも1個目とタイプ一緒だな。ほら、映ってるメンバーが1、2、3位の子たちでしょ、これ。で、この2つは私、取っとこう。これ他は欲しい子いたら欲しい子にあげよう。では、次。ほっ。ガムーン。せーの。おお、クロミちゃんだ。クロミ、キキララ、リトルツインスターズね、キキララ、マイメロね。これは映って、え？映ってる、どこ、よかった。映ってる、ここにいた。これ、これね、はい。これもシークレットではない。これも取っとくけど、これ。マイメロだけで取れるんだよな。マイメロちゃん好きな子がね、いるから、お友達のね、お子ちゃまにね。あら。ということは、シークレット1、ノーマルが、5、ノーマル4っていう結果です。なので、まずマイメロちゃんが2つ。そして、パフェデザインのやつだね。パフェ、違う、アイスクリームか。アイスパーラーか。アイスパーラーデザインのやつがお二つ。はい。クロミちゃん、クロミ、ポムポムプリン、シナモロール、タキシードサム、ポチャッコ。で、タキシードサムとポチャッコの映ってるやつ。で、こっちが、これがさっきのパフェデザインか。のやつで、ポチャッコ、ポムポム、シナモ。で、こっちが、リトルツインスターズ、クロミ、マイメロ。で、最後のやつが多分シークレットのやつで、どこにもシークレット書いてねえかわかんねえんだな。シークレットのやつで、シナモ、プリン、クロミのやつですね。わあ、めっちゃいい感じじゃん。これかわいいね。しかもでも、このまま取っとけるからさ、このまま、こうなんだろう、保管もできていいね。かわいい。しかもこのままね、こうやって飾れるからね。こういう風にね。これ切らないでこのままにしとけば、こういう感じでね、例えば、カラーボックスの後ろ側のね、背景としても使えるよね。かわいいね。
っていう、お買い物動画でございました。私は普段こんな感じで買い物をしております。1週間に1回か2回ぐらいかな、1週間に1回、うん、週1ぐらいでこうやって買い出しして、1週間分の食料、食料というか食材とか食べるものを買って、だいたい1週間で消費しちゃうかなっていう感じでございます。このお菓子はあっちにあのお菓子入れがあるんで、そこに入れておきます。はい、ということでね、本日はこんな感じのお買い物動画でございました。よろしければこちらのチャンネル登録、そして高評価、そして X、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったら概要欄から、そちらの方のフォローお願いいたします。で、結構ね、インスタの更新も今 X の更新もねしてるんで、よかったらねそれ見てなんかね思ったことあったらコメントしてもらったり、いいね押してもらったり、で、もうコメント欄はね、あの自由に使っていただいて、何かあれば、書いていただきながら感想とかね、お待ちしてるんで、よかったらよろしくお願いします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、各種 SNS のフォローよろしくお願いいたします。チャンネル登録はこちらから、各種 SNS は概要欄から、その他おすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。では、以上、リントでした。バイバーイ。